を与える豚豚小屋で飼育されている放牧豚豚は哺乳甲鯨玉ひずめ目イノシシ科の動物でイノシシを家畜化したものである主に食用とされる野生のイノシシと同様土中の虫や植物の根、ね、球根を掘り返して食べるため他の家畜と違って硬い鼻先と強大な背筋を備えている木製の柵では横木を鼻先で押し上げて 壊してしまう。オスの牙も強い背筋を活かせるよう上向きに生えており、人間のような竹の高い動物を適当認識すると突進して鼻先をまたぐらに突っ込み、頭部を持ち上げながら強くひねる。野生時代の名残とも言える、この行動をしゃくりと言い、まともにしゃくり上げられると大人でも、数メートル飛ばされたり、牙で深く傷つけられたりする。 太ももの内側を走る、大体動脈が傷つけられると、失血死するほどの大量出血を招くこともあり、日本で小規模養豚が多かった時代には、年に数人は、しゃくり上げによる死者が出ていた。ヘビ毒の影響を受けないようにコチン性アセチルコリン、受容体を突然変異させた、知られうる4種の哺乳類のうちの1つ。野生豚の体脂肪率は13%ほど。 ガツガツと食事をとる人物を指して、豚のように食べる。散らかっていて、汚い部屋を、豚小屋などと形容することがあるが、豚の生命力が強いため荒れた、飼育環境でも飼育できることからなどによる。豚は、知能が高く、清潔を好む生物であり、排泄をする場所は、餌場や寝床から離れた、決まった一箇所に決める習性がある。類人猿、イルカ、ゾウ、 カササギ、ヨウムに加えて豚も鏡の存在を認知できる、鏡へ認知が確認された数少ない動物である。ペットとして飼われていた豚が、心臓発作を起こした飼い主のために、道路に出て横たわり助けを求めた事例がある。豚は、類人猿以上に、体重や皮膚の状態、内臓の大きさなどが、人間に近い動物である。そのため現在では、 一種神移植の臓器提供用動物として研究が続けられている。大学の医療系学部、学科では解剖学の実習において生体解剖に利用されている。豚の鳴き声は日本語ではブー、ブヒなどと表現されるが、英語ではオインクと表記され、中国語での漢字ではゴーなどが使われる。豚肉や脂肪を食用とするほか、比較などを利用するために、 多くの国で飼育されている。家畜として豚を飼育することを養豚と言い、仕事としての養豚を養豚業、また養豚業に従事する人々のことを養豚業者という。牛、馬、羊、ヤギといった家畜は原種が絶滅、またはかなり減少してしまっているが、豚は原種であるイノシシが絶滅せず、生息数も多いまま現存しているという点が、 特徴的である。免疫力が強く、抵抗性だけでなく、環境への適応性にも富んでいるため飼育は容易である。豚を数える、際の単位は、頭、または引きとかなり曖昧である。同じ新聞で、豚に関することで発行された記事においても、頭と表現した例と、引きと表現した例がある。種をとん繁殖用の種をす豚は、8年前後、 種付けに用いられた後に廃用され、優秀が強いため、主に比較や肥料などとして利用される。小鳥用メス豚分娩ストールで飼育される。繁殖用メス豚繁殖候補として選ばれた。小鳥用メス豚は管理しやすいように妊娠ストールと呼ばれる檻の中で、ストール飼育される。ストールの面積は1頭あたり1、平方メートル前後である。 個体識別繁殖の管理のため、小鳥用メス豚は時刻や入れ墨が入れられる。メス豚は生後8ヶ月で初めて交配される。豚は自然交配の方が受胎率が高いことから人工受精率が牛に比べて低い。牛の人工受精率99%に対し、豚は40%程度。妊娠したメス豚は 約114日の妊娠期間を経て、1回につき、十数頭の子豚を産む。母豚による、子豚の圧死を防ぐため、母豚は、分娩から離乳まで、行動範囲を制限する分娩策を両側に、取り付けられた、分娩トンボに移される。分娩後、産んだ子豚への3から4週間の哺乳期間を経た後、次の後輩が行わる。 二年間で四から六回ほど分娩する。繁殖用として役目を終えたメス豚は、買い直しをしても肉質の向上が見られないため、ソーセージなどの加工品に利用されることが多い。新生子豚ヒクトン新生子豚は、21日から24日の授乳期を経て1ヶ月程度で離乳させる。その後、ヒーク豚として、主に配合飼料を給仕し、豚舎内で、 軍外肥育される。豚の寿命は10年から15年ほどだが、食用豚は6から7ヶ月で105から1 1 0ラム程度に仕上げられ、土地区される。新生子豚への外科的処置動物愛護に関する各国の法規制など、中東イノシシの家畜化は8000年以上前からユーラシア大陸の東西で行われ、各地で独立に家畜の豚が誕生したと考えられている。 今は、イスラム圏となった古代、オリエントや古代エジプトでも豚を食用としていた。古代エジプトでは豚を飼う民は、先民とされていたことが、エジプトを脱出した古代イスラエル人と、その宗教を受け継いだ、ユダヤ人のユダヤ教カシュルート、及びユダヤ教の影響を受けて誕生した、イスラム教においては、豚肉の肉食が食のタブーとなった原因とする説がある。 実用上の理由としては、過去に、生の豚肉を食べて、食中毒になる人が多かったからという説がある。宗教上の理由としては、ユダヤ御聖書、レビキでは、四足の獣のうち、半数しないものの肉を食べることが禁じられ、イスラム教の聖典、クルアーンでは、豚は、不浄な動物であるとされているからである。補給の都合上、イスラエル軍やイスラム国家の軍でも、 養殖として用いられる例があるが、豚肉のみの専門の食器を使い、食後は全て破棄している。ヨーロッパ古代ローマ人も豚を食べなかったわけではないが、豚の飼育が発達したのは、北方森林地帯のゲルマン人やケルト人の食文化においてだった。日照時間が短く寒冷で、土壌の痩せたヨーロッパでは、穀物の生産性が低い。このため、 秋になると、奈良の森に豚を放して、どんぐりを食べさせて太らせ、それを土地区して、食塩と小石で処理して、主要な保存食にしたのである。後に、アメリカ大陸から、ジャガイモやトウモロコシがもたらされると、土地の面積あたりの収穫量が多いそれらが、豚の飼料として利用されることになる。ドイツやスペイン、イタリアなどのハムやベーコン、ソーセージは、 こういった伝統を受け継ぐ。また、時代が進むと、軍用の食料として、しばしば生きたまま軍艦や潜水艦などに積載された。アジア東アジアでは、中国の新石器時代から、豚は家畜化されていた。中国南部を発祥地とするオーストロネシア語族は、南太平洋にまで豚を連れて行った。満州民族の先祖である、ユーロー人、木吉人、 マッカツ人は、寒冷な、満州の森林地帯に住んでいるので、豚を盛んに飼育し、極寒時には、豚の脂肪を体に塗って、寒さを防いでいた。豚は現代、中国や台湾でもよく食べられ、中華料理で重要な食材となっている。中国語で単に、肉といえば、豚肉を刺すほどで、飼育量も、世界最大である。これに対して、中国で、牛肉は、 農耕用に使われた廃油脂や水牛を利用する程度で、食用としては硬すぎたり筋張ったりし、それほど好まれなかった。朝鮮半島では縁起の良い動物とされている。漢字の豚を朝鮮語読みしたトンが、お金を意味する朝鮮語と綴りが同じためである。豚型の貯金箱に人気があり、豚の夢を見るとお金が貯まると言われ、宝くじを買ったりする。なお、 朝鮮語の固有語では、豚は、手地と言い,い、イノシシは、メッテジという。ベトナム料理でも祝い事や病への供物などに、小豚の丸焼きを用意したり、ティットコーや、チャーシューを乗せた、ライスヌードルであるブンティットヌオンが、日常的に食べられたりするなど、中国文化を受けて、豚は、食材として重要である。中国語同様、ベトナム語でも単に、肉といえば、 豚肉を刺す。オセアニア南太平洋諸島の文化において、豚は唯一の大型食用家畜として重要視された。もともと、これらの島々には豚は生息していなかったが、紀元前10世紀頃から始まったオーストロネシア語族の拡散に伴って豚も海を渡り、メラネシアやポリネシアの多くの島々で重要な家畜となった。一方で、 オーストラリアやニュージーランド、イースター島やトゥワモトゥ諸島などのように豚が持ち込まれなかった島々も存在する。また、ミクロネシアの一部諸島のように一旦持ち込まれた豚が何らかの理由によって絶滅したところも存在する。豚の飼育された島々において豚は儀式の際などにおふられる特別な食料となり、また、バヌアツなどにおいては豚の牙が 富の象徴とされた。この際、豚の牙はできるだけ長く伸びているものほど珍重され、高い価値を持った。長く伸び円弧を描いた豚の牙は、富の象徴として、バヌアツの国旗にも描かれている。日本列島縄文、弥生時代の豚日本列島では、縄文時代、主に鹿やイノシシを対象とする狩猟が行われていた。縄文時代の遺跡から出土する。 イノシシ骨では、使用段階の家畜利用を示す家畜化現象の骨が出土していることが指摘され、日本列島における家畜化の可能性も考えられている。一方で、イノシシ使用はいずれも限定的なもので疑問視する見解も見られる。弥生時代には、日本列島においても本格的な稲作農耕が開始される。中国大陸では農耕は豚や馬、 牛など家畜が伴うものであるのに対し、日本列島における弥生期の遺跡からは長らく家畜の痕跡が見られないことから、家畜利用を欠いた、血畜農耕であると理解されていた。1988年から1989年には、大分県大分市の下群層病遺跡において、弥生時代の関係のイノシシルイズ骸骨3点と、豚ズ骸骨が出土し、さらに、 九州や本州の遺跡において、豚や鶏の出土事例が相次いだ。また、縄文時代の本州においては、鹿とイノシシの出土比率がほぼ1、1であるのに対し、弥生時代にはイノシシの比率が増加し、また成獣よりも若け者が多く出土している傾向が指摘されていた。この弥生時代のイノシシに関しては、西本豊広が、 下五里草病遺跡出土のイノシシ類骨に骨の家畜化現象が認められることから野生のイノシシではなく家畜としての豚であるとした。その後、弥生豚の発見事例が相次ぎ1999年時点で10カ所以上からの弥生遺跡において弥生豚が確認されている。弥生時代の遺跡においてイノシシの出土比率が高く、 中でも若け者が多い点は、イノシシの骨の中に家畜化された豚が混在している可能性が指摘された。弥生豚に関しては、縄文時代からイノシシが家畜化されて豚になったのではなく、中国大陸から家畜としての豚が持ち込まれたとする説があり、1991年と1993年に西本とヨにより指摘された。 これは、縄文時代に、過渡的な段階のイノシシが見られず、弥生時代に突如として家畜化された豚が出現している点や、日本列島のイノシシの個体サイズが地域的に差があるが、弥生豚は、これとかけ離れたサイズである点などが理由とされる。2000年には、小沢智夫が、 中国産豚と日本イノシシは255円基待の内塩基座502に,により区別が可能であるとし、現生の中国と日本のイノシシ、豚に関してミトコンドリア DMA の分析を行い、日本国内の弥生豚とされる資料12点のうち11点が日本イノシシと同タイプの塩基配列を持ち、弥生豚は日本イノシシそのものであるとした。 これに対して、2003年には、石黒直田からが、塩基座502に,によるイノシシと豚の区別自体に疑義を唱え、新たに255塩基体を含む574塩基体による系統解析を行い、10資料のうち6資料が、厳生イノシシと同じグループに、4資料は、東、アジア系家畜豚と同じグループに含まれ、大陸から持ち込まれた家畜豚は、 九州、四国の西日本西部地域に限られている点を指摘した。古墳時代、古代の豚続く。古墳時代の遺跡からも豚の骨は出土している。日本初期、万葉集、古事記に見られる、異界、諸官、胃の守るなどの言葉の著は豚の意味であり、豚が飼われていたことがわかる。天武天皇は675年に、 牛と馬、犬、日本猿、鶏の肉食の禁止を定めた。だが、これは正確に言えば、肉食の全面禁止を目的としたのではなく、稲作を促進し安定した税収を確保する観点から出された、稲作に役立つ動物の保護を目的として出された命令であり、禁止期間は稲作が行われる4月から9月に限定されていた。しかも、 当時の肉食の中心であったイノシシやシカを、はじめとして、この直例で指定されなかった動物の肉を食べることは一年を通して禁止されておらず、豚肉を食べることは禁止されてはいない。しかし、律令体制の確立の上で、米を税の中心とする観点から、米の神聖さが強調されるようになった。当初は、 稲作に役に立つ牛や馬の肉を食べることが稲作の妨げになると考えられたが時代が経つにつれて牛や馬に限らず肉食そのものが稲作に害をもたらす穢れとみなされるようになり豚の飼育も途絶えてしまった。イノシシが取れる山間部では獅子肉がボタン鍋と称してわずかに食べられることもあった。中世 近世の豚中世に、琉球王国に属した沖縄県や鹿児島県の奄美地方では、古来から豚の飼育や食用が行われており、沖縄料理は豚に始まり豚に終わるとも言われる。1385年にトライしたという黒豚のアグーが有名で、現在の沖縄料理では最も重要な食材となっている。17世紀以前は牛肉も、 同様の座を占めていたが、羽地徴収の改革により牛の食用が禁止された。その後は中国からの作法施設団を接待するため、王府により豚の大量生産が奨励されたことなども、相まって牛肉に変わる存在となっていった。しかし、昔は肉食はそれほど容易ではなく、晴れの日の料理として扱われていた。琉球王朝時代、豚は、 フールと呼ばれるところで飼育されていた。第二次世界大戦前の沖縄では、豚肉料理が食べられるのはせいぜい年に数回であり、普段はラードが豚肉の代用としてよく使われていたという。戦後、沖縄がアメリカ合衆国に統治されると、米兵が多く食べていたポークランチョンミートの缶詰が広く利用されるようになり、現代の沖縄家庭料理に欠かせない素材となった。 奄美地方を支配した薩摩藩でも豚を飼って食べており、佐藤信広著、経済要録には、薩摩の江戸藩邸で豚を飼って、豚肉を売っていたと記録されている。西郷隆盛も豚肉が大好物であったと、伝わっている。江戸幕府最後の聖一体将軍徳川義信は父、徳川成明が、島津成明らから豚肉を送られていたの所感ためか。 豚肉を好んで食べたので、豚一用と呼ばれた。新選組も西本願寺中屯寺に、松本良順の勧めで、神戸から小豚を持ち込みとんしていた。解体は、木屋町の医者、南部聖一の弟子に頼んでいた。長崎においても、鎖国中で数少ない外交窓口であったことから、駐在する、中国人の食用として、豚が飼育されていた。 湿北料理にも取り入れられて、一部は日本人の食用としても供給され、芝交換がこれを食べた記録がある。多くの日本人にとっては意味嫌われ、中国人の豚好きを揶揄した、ヤギヒは綺麗な顔で豚を食い、という川柳がある。近現代の豚明治維新以後、肉食は一般化していった。まず普及したのは牛鍋に見られるように牛が。 圧倒的であり、豚肉の需要はすぐには伸びなかった。豚の飼育は増えたものの、これは東京近郊の農家が肥料を得るためで、食用が主目的ではなかった。しかし、日本政府が布告強兵策として1900年より養豚事業を開始し、1904年の日露、戦争開戦により、兵士に支給される食肉が増加。 それに伴う牛肉の不足からの豚肉食の奨励が行われた。また、大正元年にこれらの流行が起きると、警視庁がこれらの流行を食い止めるために、魚の生食を制限し、火を通すことが前提である肉食を奨励した。この際、上述のように豚が多く飼育されていた、東京や関東地方において安価であった豚肉が注目された。 これによって、それまで牛肉が主であったカツレツが豚に置き換えられて、豚カツが誕生するなど、豚肉料理がこの時期に多く誕生し、豚肉の需要が急増して、豚も日本各地で再び買われるようになった。特に、関東大震災後に、関東地方で、養豚ブームが起き、供給量が増えて、安価になった。悠久の島豚は1902年に、バークシャー州。 ハンプシャー種が入り純粋種はなくなったが、名護市や甘み大島などで復元されている。主な品種に大ヨークシャー種、鉱座豚、藤シ幻豚に代表されるヨークシャー種、ランドレース種、デュロック種、黒豚に代表されるバークシャー種、ハンプシャー種などがある。近年では、これらの品種の2つか3つを掛け合わせて、肉豚を生産することが多い。肉質の良い品種。 小豚を多く産む品種を使い、ハイブリッド豚も作られている。黒豚と中ヨークシャー種は、肉が特に美味だとされるが、小柄で、肥育に日数を要する。純粋な中ヨークシャー種を肉用に肥育することは、少ない。日本においては、黒豚と表示して販売できるのは、バークシャー純粋種のみとされている。豚とイノシシは、生物分類学上同じ種である。 実際相互に交配可能であり、生まれてくる子は、胃の豚と言われる。豚の品種については、養豚品種の項を参照。ブランド豚には明確で客観的な、品質評価基準がないので、銘柄豚だからといって、すべてが良い豚肉であるとは限らない。現在のブランド豚全頭が均一に、良い豚肉になることはなく、肉質が普通の豚より落ちるものもある。 これは品種や飼料、飼育方法、飼育環境にこだわって肉質、脂質や味が二の次になる銘柄豚もあるからである。豚肉は工業製品ではないので全部が全部均一に良いということはない。一頭の豚の右半身と左半身でも全く肉の付き方や肉質の異なることさえある。一頭一頭で油の締まり方、 熟成の期間も違う。したがって、現在のブランド豚を買っても、消費する段階で、すべての食味が良いというわけではない。消費者に届く段階まで、一頭一頭ごとの熟成の、管理されているとは限らない。洋酒系沖縄酒系野宮、中国酒系アメリカフロリダ州ケープカナベラルの、先祖返りした豚,豚が、トンシから逃げ出し野生化すると、全身に豪毛が生え、 牙が伸び、先祖返りしてイノシシ化することがある。イノシシの牙より、豚の牙の型が曲がっているため、これで区別をつける。豚は、西欧諸国により、植民地化された太陽に散在する離島に、食料として狩るために放され、ハワイなどでも見かけることがある。イノシシとの根血を、イノブタと呼ぶ。アメリカ合衆国では、2004年に、ジョージア州で射殺され、 写真が公表された巨大な豚のような動物が、ホグジラと命名された。埋められた死骸を調査した結果、野生化した豚と推測されている。豚は、民話、偶話、童話、アニメーション等に、擬人化されたキャラクターとして、よく登場する。ありがとうございます。